録音。はい。じゃあまずここを押してください。ここじゃな。よし。いいで挑戦するか。はい。よし。スケットを選択して、はい、でチームの編成を決定して出発です。よし。お、盤面が出てきたぞ。盤面が。ここをタップすると、うん、ブロックが回転する。そうそうそう。で、そのブロックをここら辺に配置してみてください。うん。タッ、タッ、ちょっとタップすぎて。はい。おお。ここに。お、壊れた。はい、じゃあ続いて。このブロックをこうか、はい、で回転させて好きなところにはめてみてください。よし、こうじゃん。お、いい感じですね。じゃあ次はちょっと縦に長いものが来たので、ここにはまるように置いて1列にしてみましょう。これだ。どうじゃ。オッケーだ。もう一回ちょっと。言ってですけど、攻撃力がアップするのか。そうですね。攻撃力がアップするのと点数も上がる。なるほど、ね。で次モンスターが今一番タイムラインの先頭に来ているので、こっちの攻撃のターンになります。うわ。で自分の方にダメージを食らう。なるほどね。じゃあ続いてもう一度ブロックを配置していきましょう。よし。次はですね、ちょっと大きくて難しいですね。うん。立ってるんで。で一応右側と上から新しいマスが追加されるので、うん、なるべく下側と左側に寄せて配置した方が、なるほど。そう有利になると。そう。これじゃ、うんうん、次です。これまた難しい形のブロックだ。ただここちょうど3個空いているので、じゃあこれでまだいいです。新しく追加されました、うん、はい。でじゃあこれも今度はまた難しい形きましたね。ちょうどここが4と3で空いているので、いや回転させて、回転させていけるかな。お、いけた。いい感じですね。おおおお。で次の形はどこに置きましょう。じゃあ王様ちょっと考えてみてください。考えるの嫌だな。1個残ってしまうぞ。難しいぞこれ。あ、そうか。とりあえずこれで、はい。僕も多分そこに置くと思います。なんでかっていうと次の形がこの形なので余ったところに収まります。おお、うん。狙い通りじゃ。はい。素晴らしい。完全に狙い通りだ今の。さすがの王様です。危ない。いやいや。おお。という形でだいぶ綺麗に消えてきました、うん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 、で、次この形はどこに置きますか。ここをいよいよ置いていい感じのところがだんだん見えなくなってくると思うんですけども、このゲームの場合は1列をきちんと消すことが重要で、うん、綺麗に並べることが重要ではありません。あ、なのでこの場合このブロックをここにはめてあげるとここが1列消えて新しくマスが追加されます。そういうことか。よいしょ。あ、追加されたという形です、うん、で今まあここに嫌な形が残ってしまったんですけれども、うん、統一を回転させてこの形ではめるとかみたいな形をすればこことここもう一度つながることになります。あ、なるほどな。ちゃんと考えなきゃいけない。おー、来た来た来た。という形ですね。で、この形、
今度は横にこうやってはめてみる。一気に、おお、今のようにまとめて消すとダメージが倍々式に増えていくので、なるほど、一気に倒すことができる。ああ、今のはすごいの。そう、こうやってブロックを置いて、はい、消し、一列消したりなんだりしてモンスターにダメージを与えて倒す。そうですね、はい、その通りで、なるほど、わしでも倒せたぞ。